皆さんこんにちは。任天堂スイッチ用ソフトスーパーマリオオデッセイのディレクター、任天堂の本倉です。今回の映像では世界最大級のゲームショー E3 2017で公開した本作の最新情報を皆さんにご紹介したいと思います。まずはじめに本作のストーリーについてです。はい、いつものようにピーチ姫がクッパにさらわれるのですが、今回のクッパはなんと結婚式を挙げようと企んでいます。そんなクッパを阻止すべく、マリオはキノコ王国を飛び出して、この帽子の形をした船オデッセイ号に乗ってさまざまな国を旅します。コントローラーはご覧のプレイスタイルに対応しています。おすすめは一番左のジョイコン2本持ちです。今回のマリオはぐるりと見渡せる 3D の箱庭世界で、走ったりジャンプしたりといろいろなアクションが楽しめるようになっています。さらに本作の新アクションである帽子投げはジョイコンのジャイロ機能で、より直感的にさまざまな方向に投げることができます。この多彩なマリオのアクションを生かすべく、濃い密度でステージをデザインしていますので、まるでアスレチックの広場で遊んでいるような感覚でお楽しみいただけると思います。操作感にもとことんこだわって、触っているだけで楽しいマリオを目指しました。ところでマリオの帽子には目がついていて生きています。彼の名前はキャッピー。帽子の国で出会ったキャッピーは、共にクッパを追いかけるパートナーとして一緒に冒険することになります。マリオはキャッピーのおかげで帽子を自由自在に操れるようになったのですが、さらに新しい能力を手に入れました。それがキャプチャーという能力です。例えばキラーに帽子を投げると、なんとキラーに乗り移ってそのまま操れるようになります。クリボーもこの通り、敵だけでなく物にもキャプチャーでき、キャプチャーした相手によってさまざまな力を発揮することができます。さて、これはパワームーンと呼ばれるアイテムで、国ごとにたくさん存在しています。それらを集めるとオデッセイ号がパワーアップして次の国へ行くことができます。パワームーンの数は次の国へ行くために必要な数よりももっともっとたくさんあるので、いろんなところを走り回ってこの箱庭の世界を思いっきり探索してみてください。またそれぞれの国にはその国特有のコインが存在していて、こちらも探索要素の一つになっています。コインを集めるとショップでさまざまな衣装を買えるようになり、マリオの見た目を変更できます。その国々の衣装をまとって冒険すれば、より一層その世界を旅しているかのような気分になれると思います。最後にアミーボについてお知らせです。今回新たにウェディング姿のマリオ、クッパ、ピーチを発売することになりました。アミーボを使うとご覧のウェディング衣装がもらえたり、旅のお助けをしてくれる予定です。さらに発売しているすべてのアミーボにも対応する予定です。詳細は後日お伝えさせてください。スーパーマリオオデッセイのホームページやツイッターでは本作の最新情報をどんどん公開していきますので、ぜひチェックしてみてください。以上、ご視聴いただきありがとうございました。